なんかちょっと道ができてるってことは、ちょっと興味本位で入る人もいるかも、いるってことですかね。機体を固定する下になんかですね。ただあの横がちょうどあの窯があって、はい、ねこれ10年ぐらい前あの黄色い煙がこうもわっと黄色い煙。はい、皆さんこんにちは。始まります。はい。でね、今回やってきたところは県北にあるとある廃屋ですね。山の中にある廃屋に来たんですが、もちろんこの地域のね市役所の方にちゃんと許可を取って入りました。もちろん今回はね室内の方には入っておりませんが、外側だけは撮影していいということで特別にね入らせてもらいました。もうね画像を見たらここが何なのかお分かりの方がおられると思いますが、最後までじっくり見てください。それでは始まります、スピチューブ。結構ね草木が生い茂ってて入れるのかなと思うんですけど、ここですね。ここですね。もうあそっちに。これだけ見ても多分普通の人は分からないかもしれないで、まあ、分かる人は分かるかもしれないですけど、でもこれもう結構古いんですかね。そうですね、5年ぐらい前までは稼働してました。もう5年使わず。いわゆる火葬場というもうガチなやつですか。そうですね、窯が2つ見えますね。本当ですね。なんかあと仏さんみたいなあのいますね。はい。で左側の下の方あれ台車ですね。これ、はい、ああさっと入れるやつですね。そうですね。で、白の、あれは、あれですよね。まあ、例えば、その、お線香とか置いたり。ああ。ああいう系ですよね、こうやって。そうですね。チーンみたいなね。で、なんか。ボタンとかありますね。ですね。あれをしたら、稼働するという。一応許可をもらって、入っとるということなんですけど。あれ納骨堂ですよね。そうですね。納骨堂ってこっちは何なんですかね。わかりますかね。これこのこれは何でしょう。ちょっとちょっと行ってみます。なんか、はい、誰かが入ったような跡があるんですけど、結構ちょっとどうそうですね。アクセスズメバチとか出てこないですよね。あ、大丈夫です。大丈夫ですか。はい。やばっ、あっ、出て。なんか、給水タンクかなんかみたいな。この中に骨を掘り投げる、いらなくなったやつを掘り投げるってわけじゃないですか、ね。いや、なくたそうですね。うん、あでも、こうやって、なんかちょっと、道ができてるってことは、ちょっと興味本位で入る人もいるかも、いるってことですかね。誰か、定期的に入ってるような雰囲気ですよね。骨を安置する場所っていうことですよね。そうですね。はい。はい。はい、降りてみます。降りてみましょうか。どうですか。結構急ですね。上がるときは良かったんですけど。ああ、確かに、この、よし、危ない、ちょっと溝が、溝が、結構、あー。
なんかありますね。なんかこれやばいです。固定す、遺体を固定する、なんか、下に。ですね。下のあの、五徳みたいな。はい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 。下にもいっぱいあります、ね。あ、ほんまですね。そのまま放置されてるっていう。燃えないゴミ。燃えないゴミ用。あ、もしかして、その余った骨を、骨とかそういうのを。なんでしょうね。なんか釘とかですかね。ああ。なるほどね。うわ、大きい。まあ、この横がちょうど、釜があって、はい。多分、ここからちょっと後ろが、その作業スペースになってるようです。今ちょっと少しこう向こうの窓が透けて見えますね。なるほどね。あ、ここですね。そうですね。いや、これちょっと一人で行くのちょっと怖いですね。怖いですね、大変あの不気味でもうちょっとどうしようもないですね。ですよね。今あのおそらくこれ灯油です。あ、300リットルあります。300リットル。はい、もう焼くために使う。そうですね、もう間違いなく配管が、あ、ここの壁なんですけど、多分これ後でもともとここからこの煙突にこう接続されてたのをやめて、でこの新しいあの接続ですかね。なるほど。これはもう昔からのやつだったけど、もうこれもそうですね。これ10年ぐらい前、あの黄色い煙がこうもわった、黄色い煙出てる風景がこうもう普通に見れてたんですよ。やっぱその黄色い煙ってのはやっぱその独特なその焼く、ご遺体を焼くですです、はい。黄色い煙で、多分この煙をさらに燃焼させる施設ですね。あー、もうこれに、切り替えたという。なるほど。そんなも煙をそんなに出さない。そうですね、最新の。そうですね。で、今この煙突の中ですけど、これは見えますでしょうか。すす。あ、間違いなくこれはもうあれですよね。七福神が、七福神があると供養ってことですかね。はい、なんか あれは、うわうわこれは何でしょう。3体です。これあのあれですね、あの長寿の神様ですか。まあそれぞれ違った感じの。そうですね。なぜここにあるのかはちょっと不明不明でもあり不気味でもありですね。ちょっとストーリー性がありますね、はい、あ、こんなところには。ああ、金色の大黒天ですね。金色の誰かが関係した人が置いたっていう。いやー、なるほど。手通り見れましたね。見れましたね。ちょっとなんとも言えないですけど、結構リアリティなはい、お疲れ様でした。ありがとうございました。なんかね、やっぱ結構ね、やっぱ生々しいですね。ちょっと肝試していったら面白いけど、やっぱりその勝手に入ったらちょっとね、やばいです。やばいですよね。その市の管理してるとこなんで、まあ、まあ見るだけの程度で、これでね、動画で見る程度の感じでいいんじゃないですかね。で、まあね、スズメバチとか出てきそうな雰囲気もあったし、ちょっと足痒かったりね。まあ、いうことで、ちょっと思ったんですけど、ここ火葬場なくなってるじゃないですか。はい。
どこに行ったんですかね。今度はあの下蒜山登山口です。もっと上の方ってことですか。はい、313号をもっと北上したところに。あ、そうです。できたとこ、はい、できたってことですね。これより大きくなったってことですか。大きいですね。結構ね、これもコンパクトにした感じですよね、かなり。そうですね、ちょっとまた機会があったらそっちも行ってみようかなと思います。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。またお願いします。はい、ありがとうございました。それでは裏番スピチューブ始めました。普通では上げられない動画、未編集の動画を主に上げてます。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。